どうもフジプロの新谷です。今回ですね、まあ表題にあります通り、iPhone、じゃないです。なんで iPhone ですね。Galaxy Note 8を購入しましたので、まあ軽くご紹介したいと思います。まあ箱にちらっと見える通り、ドコモオンラインで購入しました。なんでドコモオンラインで購入したか。一回家電量販店の中に入っているショップあるじゃないですか。ドコモとか au とか、まあ、そこら辺もろもろが一緒に入ってるとこ。あっこで、実機を触りに行ったんですよ。デモ機ですね。で、その時にですね、店員の兄ちゃんの人に言われたんですけど、手続きするんであれば、うちみたいなとこか、もしくは、オンラインショップで買った方が得ですよっていう。というのは、ドコモショップの店舗であるやつね。あっちで、手続きするとなんか頭金取られるみたいですね。頭金っていうかなんか事務手数料というかそこら辺がバカ高いらしい。あんまり今までショップで買ったことがないんで、今までね、オークションで買ったりこうやってそれをSIMを差し替えて使ってましたので、あれだったんですけど、まあそうこう言ってるうちに、出ました。どこもなんだ SC01K ですね。 Note 8でございます。いやー、こうやって新品のね端末を買うのは本当に何年ぶりでしょうかね。まあ開けましょうか。まあ、今回その SIM カードも一緒に頼みましたけど、まあ、今までね、Galaxy S5 使ってましたんで、おそらくナノ SIM にはなってるんでしょうけど、まあ無料でね、新しくできるってことだったんで無料でね、ちょっと新しくしました。はい、この切り替えの手続きは、それも自分でちょっとネットの方でねしないといけないみたいなんですけど、では上げていきます。どうやって開けんのこれ。おこうか。はい。よっしゃ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 。はい、こうやって。ほほー。よ。おー。ほー、でか。はい、まあ、とりあえず本体こっちに置いときます。では、中を見ていきましょう。見ていきましょうっていうか、多分もうほとんど動画でね、同じことやってるんで、多分皆さんね、お分かりかと思いますけど、では、はい。SIM を挿すところの排出用のピンですね。あとは、はい、純正のホルダーです。ですが、まあ、今回使いません。純正の手帳型のなんとかいう、クリアービュースタンディングカバーってやつを購入してますので、これはもう使えません。で、データ移行用試供品取扱説明書ですね。はい。閉まっちゃいましょう。閉まっちゃおう。で、はい。この AKG のこの付属のイヤホン。これがなんかハイレゾ対応ですごいいいらしい。これワンセグ用ですか、ワンセグっつかフルセグか。フルセグ対応ですね。のアンテナケーブルですけど、多分使わん。これイヤーピースのなんか替えとか言ってましたね。で、これが、C タイプですね。はい。マイクロ USB C タイプになります。これはまあ使いましょう。あとは、なんだこりゃ。なんかデータの移行が簡単にできるキットらしいんですけど、ちょっと何を言っているか。OTG 対応 USB 変換アダプター、マイクロ USB、これ USB か。はぁ、ちゃうわ。すいませんでした。これマイクロ USB ですね。従来の差し込みです。はい。で、こっち。これがですね、C タイプだ。え？じゃあどうやって充電するの？あ、何？充電器別か、これもしかして。ケーブルはついてるけども、C タイプじゃないんで、充電ができん。おそらく、ま、どこも純正の充電器を買ってくださいねっていうやつだと思うんですけど。はい。まあ、そういう時のために、まあ、タイプ C の100均で購入してるんですけど、あ、てかそもそもワイヤレス充電対応だから、あんま使わんのか。なるほど。だけど、ま、付属品はこんな感じです。つけましょう。もうつけましょう。もう待ちきれんす。私は待ちきれない。いいっすね。いいね。この重さといい、なんといい。こんな感じ。はい。こんな感じ。まあ、裏多分モザイク入ります。はい。シリアル番号書いてあるんでね。ちょっと一回つけましょうか。SIM 差し替える前につけていいかな。つけましょう。えい。ああ、ついたついた。見た目も完全にこれ下とか完全に iPhone じゃん、これも。画面がでかいけども、もう起動した、早っ。ようこそという画面が出ましたんで、進めていきます。
はい、なんでそもそもギャラクシーノート8を購入したかっていうことなんですけども、ギャラクシーという端末にね、いろいろ思われる方もいると思うんですけども、ギャラクシーノート7ですね、まあ、販売停止になってしまいました。爆発の事件ですね。まあ、国内ではなかったと思うんですけど、まあ、海外で爆発が相次いだということで販売停止になりましたけど、まあ、その件を受けて、まあ、ギャラクシーはまあ爆発するから危ないというふうに思われる方多分いっぱいいると思いますね。そんな中ですね、私は今年のお正月、1月中ですかね、確かそれぐらいだったと思いますけど、前使ってた、富士通のアローズ NX からこちらのギャラクシー S5 の方に変えたわけです。前のそのアローズの方がバッテリーがもうやられてしまって、充電してももう充電できないという、もう致命傷に陥ってしまったので、こちらの S5 を購入しました。でなんでそもそもこのギャラクシーにしたのかっていうのも、そのたまたまそのこれではなかったんですけど、同じギャラクシー S5 をちょっと触る機会があって、その時に意外とそんなに新しい端末でもないのにサクサク動くじゃんということで、これはいいやということで、ネットの方でオークションの方で比較的まあ状態のいいものを、付属品が全部揃ってて状態のいいものを購入して、まあ、使ってたというわけです。まあ、大体これをまあ今年1年使い切りまして、まあ、特に何も異常はないんですけれども、まあ、最近になってゲームを始めるようになったわけですね。今までね、そのスマホでゲームっていうのはあんまりしてこなかったんですよ。始めてもすぐ飽きてやめてしまうという、まあ、かなりの飽き性なんで、もうすぐやめてしまうということが多かったんですけども、まあ、今回なかなか長続きしているアプリがありましてね、バンドリッチはアプリですね。ガールズバンドパーティーって、まあ、リズムゲーなんですけど、そちらはまあやるようになって、どうでしょう、ここ1ヶ月ぐらいもうずっと毎日ねやってますけども、それがですね、まあなかなか動きが重たいと、はい、S5 ではちょっときつくなってきたということで、そろそろ新しい機種を買ってもいいんじゃないかということで、まあ先日このノート8が発売されたということで、ね、普通のギャラクシー8と比べて、まあノートになりますんでサイズは大きくなりますけども、その持った感じは全然持ちやすいという評価が多かったんで、あとまあこの S ペンですね、ちょっと今転送中なんで下手なことできないんであれですけど、ここ後でちょっとお見せしましょう。 S ペン、まあ、これがあるということで、まあ面白そうだなということで購入しました。はい、ゲームをねやらないんだったら全然 S5 でもねまだまだ使えます。全然、あとアプリはこんなに入れなかったり、私結構今でも入れてますけど、それでもまあ割とサクサク動いてますんで全然いいんじゃないかなと思うんです。でね、このS ビューカバー、これですね、はい、これにもう感動しましてね、で今回も今のうちに紹介すればいいんだな、今回も買っております。 S ビューカバー購入しております。はい、 S ビューカバーじゃないですね、名前変わりましたけど、クリアなんとかかんとかに変わりましたけど、ダーン、はい、再ドーンと、高いんですよ意外と。これクリアビュースタンディングカバーですね。こちらちょっともう反射しすぎてもわけわかんないですけど、ギャラクシー純正です。純正の手帳型カバーと言ってもいいでしょう。まあこれに出てる通り、カバー閉めると時計とかが出る。でこの新しいギャラクシーですと、スタンディングなんとかっていうのがついてるんで、ずっと時計の表示ができるんですね。だけども電池はそんなに食わないという感じなんですよね。でこれも最大限に活かせれるかなということで、これを購入しました。あとは、フィルムですね、保護フィルムですね、ガラスカバーもあるんですけど、このエッジがあるじゃないですか。でこのガラスカバーだと、このエッジの部分がね、うまく合わないと浮いてくるんですって。まあフィルムもなんか浮いてくるとかいう話があるんですけど、まあガラスまではいいかなっていう。あとまあS ペンですね、ペンを使うのにガラスのカバーついてたらどんな感じなんかっていうのはちょっとわかんないんで、で筆圧感知も4000何通りあるんが、それがねフルで発揮できなかったらちょっとあれなんで、まあフィルムでいいかなということでフィルムを購入しました。これ Amazon でですね899円です。でしかも2枚入ってます。貼り直しができるということで、なんかすごいいろいろついてるみたいで、しかも
これを購入してからね、別でメールが来まして、貼り付けのこう注意点とかを書いてくれてあるわけですよ。貼り付けの際には貼り方の手順と参考ビデオをご覧になりながら貼り付けを行ってください。パッケージの中に説明が入っております。もしうまく貼れない場合は弊社が新しいものを再発送します。やばっ、めっちゃ優しいやんっていう感じです。もう一つ余談話、前のねギャラクシーって、ギャラクシー7までかな、ちょっとズーム、ギャラクシー7までだと思うんですけど、この物理ボタンがねついてたんですね。はい、まあ、iPhone とかもね、最近10になってなくなりましたけど、ずっとついてたんですよ。それが、ギャラクシー8、9になって、8か、ギャラクシー8になってホームボタン消滅しました。消滅して、まあ、ナビゲーションバーっていうこの液晶画面の中に表示されるようになりました。でもギャラクシーノートだけじゃないと思うんですけど、多分8もだと思うんですけど、ここですね、感圧センサー入ってるんですよ。ホームボタンがあるところら辺に感圧センサー入ってるんで、画面消えてる時でも他のとこタッチしてもちょっとつかないんですけど、ここ押し込むとつくわけですよ。これなかなか素晴らしいと思いましたね。疑似的な物理ボタンですよね、言ったら。これ素晴らしいなと思いました。はい、はい、というわけで別撮りでございますけども、はい、まあ設定が終わりましてですね、まあちょこちょこっといろいろ使ってまして、で結局もうこのカバーねつけちゃいましたけどね、いい感じにフィットしてます。そんな感じですね。はい、です。で開けると、電源が入ります。で閉じると、時間表示と、で何かこう通知があった場合はここら辺にアイコンとして表示されます。でまず最初に言っておきたいこと、ちょっと指紋汚ねえなこれ。まずですね、この純正のこのクリアカバー、クリアなんとかカバーですね、これをつけた場合に、はい、このペンですね、を使うとどうなるかということなんですけど、もともとこのペンはですね、ロックされている状態で、押して引っこ抜くと、はい、画面にメモを書いてくださいということで、この画面になる。まだすぐロック解除なくてもすぐ書けるっていうのが、まあ一つ特徴があるんですよ。なんですけども、このカバーをつけるとですね、まあこうしますよね。で、まあロックがかかっている状態。で、開けると、画面ついちゃうんですよ。でこの状態でペンを取り出すと、あれちょっとタイミング悪かったですね。開けてペンを取り出すと、はい、パターン入力画面になったり、あとは、はい、この画面ですね、これが起動してしまうわけなんですよ。なんでこの手帳カバーをつけてるときに、メモをしてください画面にするにはどうしたらいいかっていうことなんですけども、つまりそれが言いたいんですけども、まあ、画面が消えてる状態で先にペンを引っこ抜く。はい。で、開く。するとこれになるんですよ。で、さーっと書いて、まあ、保存するなりなんなりと。これが一番今んとこスマートなんかなと思います。純正のこの手帳型カバーをつけてなければ別に問題はないんですけれども、なんで、まあ、今ご紹介したように、先に、ペンを取り出してから開けると、メモを変えてください画面になるということでございます。とりあえず今現在ですね、フィルムついてます。わかるかな？ここエッジのとこですね。今のとこまだついてます。で、本当は説明書を見た限り、その、一週間ぐらい、ちゃんときっちり貼り合わせをしてから、他のカバーをつけてくださいっていうに書いてあったんですけど、ちょっと待ちきれずに、このね、もうカバーつけちゃいました。ですが、まあ、剥がれては来てなさそうですね。はい、大丈夫そう。まあ、また剥がれてくるようであれば、ちょっと貼り直しをしますけど、はい、こんな感じです。で、貼った直後はね、画面がギラギラしてたんですけど、今のところもう全然綺麗に、映っております。で、このペンもね、サラサラサラとうまく書けております。はい。で、使ってて、一つ困ったこと。まあ、もともとこのスマホを変えたきっかけっていうのは、このゲームをするためであって、このゲームランチャーっていうのをすごい期待してたわけですよ。で、今、動物の森と、
バンドリーとデレステ、デレステも ほぼしないですけど、一応デレステ入ってます。でこのバンドリーをですね、やるのに S5 ではもうちょっとカッコついてしゃあなかったということで、まあ、これで快適にできるだろうなと思ってたんですけど、こう調べるとですね、調べるっていうか自分でも実際自分の環境でもちょっと起きてるんですけど、タッチミスがめっちゃ連発するんですよ。っていうのはタッチしてんだけど反応してないっていうのがすごく多いんですよね。うん、ちょっとまあちょこちょこっといろいろ設定してちょっとは改善されたかな、アイコンの大きさとか、あとスピードとか、あとはなんだっかな、開発者設定、これですね、4×MSAA を有効にするとしたり、この HW オーバーレイを無効にチェック入れたりとか、まあ、そこら辺をして、まあだいぶ軽減はされましたけども、まだやっぱり S5 の時の方がまだ快適にプレイができたような気はします。カクついてるけども、それに慣れちゃったもんだから、そっちの方がまだうまいことプレイできてるんですよね。このゲームランチャーが邪魔してるのかなと思って、ここでまあゲームアプリ以外に分類っていうので、このランチャーから外すことはできるんですけども、それでもあんまり買わなかったんで、ゲームランチャーはあまり影響はしないのかなと思います。まあこの端末特有のそういう症状であったりとか、あとはまあ Android OS の関係だったりとかもいろいろ多分原因はあるとは思うんですけど、まあそういう現象が発生しているということです。でこれはですね、ここにもあるデレステでもですね、ノーツがなんか切れるみたいな、そういうのを報告が上がってるみたいなんで、まあ、こういうリズムゲーをね、よくやられる方はですね、ちょっとよく調べてから購入なさってください。はい、まあ大丈夫、全然ね普通に動くっていう報告もあるんですけども、まあ入力個体差にもよると思うんですけど、そういう現象が発生しているようです。頭多分慣れですけどね、画面が大きくなったんで、ちょっとこうあーっていうのがあったりするんで、慣れだと思いますけど、なところです。ちなみにこのカバー、このように、立てれます。はい、裏でね引っかかりがあるんで、そこでこうやって立てれるんですね。まあ逆にこういう方法もできますけどね。はい、滑り止めがついてるんで結構しっかり固定ができます。あとまあ特徴といえばですね、意外とまあ紹介されてない、ピックアップされてない機能なんですけど、このギャラクシーの中にあったこの S ヘルスっていうアプリ、 S5 の時もねあるんでついてるんですけども、何ができんのっていうのは、まあ、健康管理のアプリなんですけど、このギャラクシー端末特有の、はい、ここにですね、この指紋センサーで、これカメラなんですけど、上が、まあ、ライトですね。で、下のこれ、なんぞやっていうことなんですけど、これ心拍数測定するやつなんですよ。はい、S5 でもついてます、これ。あれ？どこ行った？はい、またまたちょっと S5 に出てきてもらいましたけど、これの裏ですね。はい。S5 の裏の、ここにも、これライトですけど、この隣がそうらしい、音がそうなんですよ、このセンサーなんですよ。ということで、まあ最新機種でまさかね、ついてるとは思わなかったんであれですけど、意外とこれ使うんですよ私、ね、ストレスとか見えないな、あだいぶ見やすくなった。はい、これでストレスとか、まあ、心拍数、カフェインっていうのはもう使ってない。で一番使ってるのはこの歩数とこのストレスチェック、心拍数、これはたまに使うんですよ。でこのストレスっていうのを測定を押すと、センサーに指を置いてくださいということで、今現在こうか、ここら辺か、はい、こんな感じで、指を置くだけで、心拍数が測定できます。ちょっと待って、おかしいな、あ正しい、これが正しい、はい、ちゃんとしたとこ置かないとちゃんと数字が出ないんで、で心拍数が測定されて、なんかこれでなんかいろいろ解析して、今のストレス度を測るみたいな、こんな感じ、マイストレスレベル、うん、中間ですかストレス溜まってんのかな、いろいろ現在の状態を選んで、保存ということで統計をね、取ることができます。感じで、割と便利な機能、まあ、使わん人にはどうでもいい機能なんですけど、まさかね、このノートにもついてると思わなかったんで引き続きちょっと使っていきたいなと思います。はい、でカメラ、
ね、デュアルカメラでなんかちょっと言いますあれですけど、なんかすごく綺麗に映るみたいだ、はい、もうこの時点でもかなり綺麗に映ってますけどね。で横にスワイプして、今自動になってますけどプロとか選ぶと、細かく設定ができます。シャッターとか絞りとか、感度とかすごい細かく設定ができるんで割といいですね、はい、もうデジカメとかもいらん時代ですもんね。あとですね、ここ横のねこの音量ボタンがある方の側のこの下のボタン、これねビクシーだったかな、なんかそういうアプリ専用のボタンなんですよ。でまあ iPhone でいう Siri みたいな、 Google でいうこの Google アシストみたいなやつですけど、 OK Google、 多分これとこれの Galaxy 版みたいなやつなんですけど、なんかすごい精度が今んとこまだまだ開発段階みたいな感じであんまり精度良くないみたいで、でまあせっかくならこのボタンをねなんか違うのに割り当てができんじゃないのっていうことで調べたらやっぱできるんですよね、はい、ビクシーなんとかっていうこういう専用のアプリ、まあいろいろ出てるんですけど、まあどれが一番いいかっていうのは分かんないですけど、とりあえず私これ入れましたけど、これでいろいろ設定ができる、アプリの割り当てができる。で今私は、これを押すとカメラの設定にしましたけども、これ純正の機能で電源ボタンをですね2回かなチカチキッとするとカメラ起動するんですよ、はい、まあ、この設定のオンオフできるんですけど、これ純正の機能です。なんでわざわざこっちにカメラ割り当てなくてもいいかなっていう。あとは、ホーム画面上にもここスワイプしたらカメラ起動できるんで、こんだけカメラ撮りたいんだお前って感じですけども、まあ他の割り当てもできるんでちょっと考えてみます。まあそんなとこですかね、あとはまあ大体はもういろんなとこの動画で紹介されている通り、まあペンであったりね、よ、はい、ペンであったりね、なかなか面白いペン、面白いで、実はこのペン、はい、ボタンついてます。これでこの画面の近くでボタンを押すとこれが起動できるわけですね、はい、なんだけどもこれ電池とかいらないんですよね。でしかもこのペン自体も防水らしい、すごいよね、うん、で筆圧感知もね4000何通りあるということで、軽く書くとこんな感じで強く押すと、まあ、太くなる、すげえ、すごいですね。はい、とまあこんな感じでご紹介してまいりました。2日使ってみての感想でございます。まあいろんな機能があって、まあ、最新機種ということでね、なかなかこう持ってて楽しいですけども、ギャラクシーノートということでね、普通のノートが付かないギャラクシー8とかとは違ってもちろんノートですんでサイズはでかいのは分かってたんですけども、やっぱポケットにはちょっと入れにくいなっていう印象です。ジーパンのポケットとか入れてるとね、まあ、入るんだけどもこう座ったりとかするとすごい邪魔くさいっていう。でこのパーカーのポケット入れとくといつの間にか落ちてるみたいなっていうのもあるんで、まあ出かける時にはなんかカバンとかへ入れるか、もしくはこう腰につけれるこうスマホ入れみたいな、そんなのがあるといいかもしれないですね。これはもう想定内なんで、全然大丈夫ですけどね。な感じでございました。まあかなりね説明ベタではございますけども、私の気になったところをご紹介させていただきました。はい、もちろんまあ値段はね高いんですけども、本当に高いなりの、ね、スペックとかそこら辺の満足度はあるんじゃないかなというふうに思います。で2年縛りという形で、まあ、分割で購入しましたけども、全然2年以上使える端末だと本当に思います。はい、そんなにねもうスペックがこうガンと上がるっていうことは多分ないと思うんですよ。じわ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 上がっていくとは思うんですけど、パソコンとかもそうですけど、もうそろそろ多分スペックの限界に来てるような気はします。あとはもういろんなこう付加機能、ね、そこら辺をつけてこう差を出すみたいな、ぐらいしかもうできなくなってきたんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで、長々と喋ってまいりましたけども、ギャラクシーノート8購入したというお話でございました。